皆さんは後藤忠政という人物をご存知でしょうか。彼は山口組で武闘派と経済派の二刀流を持つ最高幹部だったものの、問題行動をたびたび起こしたことで、最終的には山口組を追放された男です。しかし、ヤクザ引退後の後藤は日本を飛び立ったことで、驚くべき結末を迎えることになりました。今回は後藤忠政の生い立ちと彼の現在について当時のエピソードを交えながらご紹介していきます。後藤忠政は1942年9月、現在の品川区にあたる東京府東京市江原区で生まれました。彼の祖父は実業家であったものの、戦争の激化により静岡県富士宮市に移ったことで、後藤は貧しい生活を強いられることになります。これにより彼は不良となっていき、そのままの流れでグレン隊に属するようになりました。そして17歳でヤクザの世界に足を踏み入れ、その3年後東京に本部を置くバクト系暴力団である松葉会系組織に移籍します。こうしてヤクザとなった彼は稲川会系組員とトラブルになり、相手を日本刀で襲撃する事件を起こしました。この事件で殺人未遂の罪に問われた後藤は甲府刑務所に収監されます。その後彼は2年10ヶ月の服役を経て1965年に出所しました。しかしこの頃には警視庁が暴力団に対する弾圧作戦である第一次頂上作戦を開始したことで、全国のヤクザ組織は弱体化の一途をたどっており、1966年に松葉会も解散を余儀なくされます。ですがこのような状況下にあっても山口組は勢力を保ち続けていたようで、後藤は山口組系姿に組傘下である川内組に移籍しました。この川内組は北陸の帝王と称されていた川内宏によって創設された組織です。当時の川内組は福井をはじめとする静岡、岐阜、京都などに支部を持っており、組員数は400名を超え、山口組の3次団体でありながらも2次団体に匹敵する勢力を誇っていたようです。こうして山口組系組員となった後藤は1969年に川内組内に自らの組織として、後に武闘派として名を馳せることとなる後藤組を結成しました。その後も彼は順調に出世していき、川内組の若頭補佐兼静岡支部長に就任します。そのような中、川内組のトップである川内は山口組の直参昇格を目指し、水面下で工作活動を行っていました。しかしこの計画が親分にあたる姿に組の組長である姿に正雄に知られてしまいます。こうして彼は子分でありながら自分を出し抜こうとする川内のやり方に激怒し、1977年1月に彼を破門しました。ですが川内はこれを無視し、山口組関係者を通じて直参昇格のための活動を続けていたのです。この事実を知り怒り狂った姿には暗殺部隊に川内の殺害を命じました。こうして4月13日に彼は送り込まれた暗殺部隊によって射殺されます。しかしこの騒動を受けた山口組執行部は破門した者を殺害した姿にの行動を問題視し、彼に絶縁処分を下しました。そのようにして執行部による処分が下されたため、川内を失った川内組組員が姿にに報復を仕掛けることはなかったようです。ですが組織のトップを失った川内組は分裂状態に陥ってしまいます。一方その渦中にいた後藤は山口組組員としての活動を継続するため、静岡県浜松市に拠点を置く山口組系移動組の舎弟になりました。その後彼は静岡県内の敵や組織を使い多額の利益を上げたことで経済ヤクザとして名を馳せていきます。そしてこの才能は山口組で若頭を務める中山勝政にも認められるようになり、彼が推薦する形で1984年7月4代目山口組組長である竹中正久の下で後藤は直参に昇格しました。しかしその直後に竹中と4代目山口組組長の座を争った山本博氏が山口組を脱退し、新たに結成した一和会との抗争である山一抗争が勃発します。そして1985年1月、なんと山口組組長である
竹中が若頭の中山勝政と山口組幹部でボディーガードを務めていた南勉と共に一和会の暗殺部隊によって射殺されたのです。こうして組織のトップ2を失った山口組は激しい報復に動き出しました。当然その中には後藤の姿もあり、自身にとっての親分で直参に取り立ててくれた竹中やそれを推薦してくれた中山も殺害されたことで彼は怒り狂います。そしてこの報復として一和会会長である山本の自宅を襲撃するよう組員に指示しました。これを受けた後藤組組員はダイナマイトを積んだダンプカーで山本の自宅に突入し、そこで警備をしていた警察官との銃撃戦を繰り広げたのです。こうした山口組の武闘派ぶりを恐れた一和会の組員たちは次々と山口組に戻ったり引退する者が続出します。そして最終的には一和会会長である山本が自らの引退と一和会の解散を表明したことで1989年3月に山一抗争は終結したのです。その後竹中の後を継ぎ5代目山口組組長に就任したのは渡辺義則でした。また後藤は山一抗争での活躍が影響したのか、この頃に渡辺の側近の一人に選ばれています。その直後の1990年、東京都八王子市に本部を置いていた、バクト系暴力団である、二匹会と山口組系、匠組との間で、抗争が勃発しました。この時、後藤率いる後藤組は、匠組と共闘する形で抗争に参戦し、開始からわずか10日ほどで、敵対する二匹会を撃破したのです。こうして、この抗争は山口組の東京進出の足がかりとなり、組織はさらに巨大化していきました。そのような中、人気絶頂だった映画監督の伊丹十三さんがヤクザを題材にした映画である民謀の女を発表しました。しかしこれがヤクザを侮辱するような内容だったらしく、これを受けた後藤は激怒します。そして配下の組員に伊丹さんの襲撃を指示し、これを受けた5人の組員は1992年5月22日自宅近くにいた彼を刃物で襲撃したのです。このようにして襲われた伊丹さんは全治3ヶ月の重傷を負っています。また実行犯となった5人の組員はほどなくして逮捕され、懲役4年から6年の有罪判決を受けました。それからしばらく経ち、後藤は肝臓を悪くしたことで病院に搬送されてしまいます。またこの症状はかなりの重症だったそうで、肝臓の移植手術を受ける必要がありましたが、アメリカのカリフォルニア大学ロサンゼルス校の付属病院で手術が可能だと判明しました。しかし後藤は日本最大規模の反社会勢力である山口組の幹部であったことがアメリカでも知られており、国内に入国することができなかったのです。ですがこのままでは移植手術を受けることができずに命を落としてしまいます。そこで彼はなんと FBI との取引を決断しました。その取引内容とは、山口組の内部情報を提供する代わりにアメリカ国内への入国を認めてもらうというものだったようです。そして FBI がこれに応じたことで後藤はアメリカに入国することができ、2001年7月に肝臓の移植手術を受けたことで彼は無事健康な体を取り戻しました。ですがその代わりに FBI は山口組の内部情報を手に入れています。この情報をもとに捜査員は山口組関係者の海外口座を探り、発見すると同時にそこに預けられていた金を次々と没収していきました。これにより山口組の損失額は約54億円にも上っていたようです。このようにして多くの組員が資金を没収されている裏で、騒動の張本人である後藤は右翼活動家を通じて政財界でも人脈を広げ、経済ヤクザとしてますます地位を確立していきます。そして彼は建設業や不動産業、金融業など多方面にフロント企業を所有し、莫大な資産を築き上げていきました。さらに現役のヤクザでありながら日本航空の大株主になったことで世間を驚かせています。このように経済ヤクザとして圧倒的な力を持った後藤は2002年に山口組若頭補佐の地位を手に入れ、山口組の最高幹部として執行部入りを果たしました。しかしこのような栄光の日々は長くは続かなかったようです。執行部入りから4年後の2006年5月8日、東京都にあるビルをめぐり、
弟が虚偽の登記をしたとして、彼を含む13人の事件関係者が大量検挙されたのです。このようにして後藤は起訴され、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決が下されました。また、この逮捕からほどなくして、彼は司忍が組長になっていた6代目山口組内で問題行動を起こしてしまいます。それは病気を理由に山口組本部の定例会を欠席しておきながら、芸能人を集めて自身の誕生日祝いを兼ねたゴルフコンペを開催していたというものです。この件をめぐり、芸能人が参加していたことを察知したマスコミがゴルフコンペの存在を大々的に報道する事態にまで発展しました。またこれには紅白に出るような大物歌手も複数参加していたことから、 NHK が番組出演を見合わせたことで大騒動となったようです。一方、これを受けた6代目山口組で若頭を務めている高山清は、後藤の行動を規律違反と判断し、2008年10月に除籍処分を下しました。このようにして山口組の最高幹部であった後藤は組織から追放され、これに伴い率いていた後藤組も解散する運びとなります。ですが、この重すぎる処分に反対する直系組長や組員もいたようで、彼らは執行部に抗議の文書を送りました。それでも高山は後藤の除籍と後藤組の解散を推し進め、抗議文を出した直参組長のほぼ全員が山口組から絶縁、除籍、謹慎のいずれかの処分を受けたようです。このことから、処分を下した本当の理由は別のところにあるのではないかと言われています。何でも後藤は以前から6代目体制の執行部との折り合いが悪く、反主流派勢力の中心にいたとされているのです。また芸能界や新興宗教とのつながりも強かったことから、組織内の闇の部分や機密情報に触れすぎたとも言われています。そのため高山が不祥事を口実に後藤を組織から追い出したのではないかという憶測が流れているのです。このようにして後藤はヤクザ業界から引退せざるを得なくなり、しばらくして彼はカンボジアに移住することを決意しました。移住先としてカンボジアを選んだ理由は、ヤクザ時代に現地の与党関係者や軍関係者と人脈を築いていたからだそうです。こうしてカンボジアに移住した後も、彼は経済派としての手腕を発揮し、養鶏場や農園などの経営をする実業家として成功を収めています。またこれらの事業の傍ら、学校建設など慈善活動にも携わっていたようで、これらが認められる形でカンボジアでは伯爵に相当する称号を与えられているのです。さらにヤクザ時代に稼いだ数百億を超える多額の資金を投資に回し、金が金を生む仕組みを作り上げていると言われています。一方、その裏では暴力団関連の企業などとの関係も維持しており、日本とカンボジアの間で捜査機関からバレないようマネーロンダリングという仕組みを通じて元後藤組の関係者たちを支援しているそうです。山口組の中でも絶大な資金力を誇り、武闘派としても名を馳せていた男、後藤忠政。6代目山口組の体制との折り合いが悪かったことを理由に引退を強いられた後藤でしたが、その後はカンボジアで実業家としての活動を続けているようです。今回は後藤忠政の生い立ちと彼の現在についてご紹介しました。皆さんの意見や動画の感想があればコメント欄でお待ちしております。またこの動画が良いと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。